ていう感じがしますけど、やっぱ日本はその僕はいつも思うのはそのどちらかというとサッカーが中間管理職的っていうか、ミッドフィルダーたくさんいるけどフォワードがあんまりいないっていうじゃないですか。なんでフォワードがいないかというと、僕らから見るとやっぱ足の速い選手が結局残らないようなシステムじゃないのかなと。そういうことで例えばランニングのトレーニングをここに入れてるのは、僕外から見るともしかしたらそういうことなのかなとも思うんですけど、例えば今いる子の中で速くさせるのも大切だと思うんですけど、その子たちが生き残るっていうのは結構難しいんですかね、今のサッカーの世界では。岡野選手のようなとんでもなく足が速いけど、その後よくあるんですけど。そうですね、今ポジションは決めてないんですよね。4、5、6年生決めてないですね。6年生ぐらいになるとある程度その特徴も出てくるので、こう当てはめたりはしますけど、基本的にいろいろやらせて、いろんなポジションやらせてっていう感じですけど、コートは少しあのグラウンド少し狭いんですよね、中学生より。そうですね、少年用は狭いですね。で大きくなった時に突然変わるっていうのはやっぱりその戦略以外に選手がもっと動かなきゃいけないってことなんですよね。そうですね、そうですね、運動量も増えますし多分視野も変わると思うので。ああ視野変わりますよね、はい。走るのっていうのはどうですかね。やっぱりこれから私いろんなスポーツのところでいろんな質問をしていくんですけど、やっぱり走ることはやっぱ小さい頃、だいたい小学校入る前に成人化する、すなわち成人と似たような動きをするのは走ることだって言われるんですよ。その前に何をするかっていうと歩くんですけど、でも成人化してしまうスポーツもしくはその動きっていうのは走るのが一番スポーツであれば、競歩という歩きがありますけど、その次は走るで、その後にやっぱり器具を使ったりするんですけど、サッカーの選手で例えばアンリですか、アンリ見てると陸上の選手でもいけるなと思うんですけど、で僕私の同じ種目の 110m ハードルの世界選手権勝った選手はもともとサッカーやってたんですけど、でもうそっくりなんですよ、体型も動きも。でああいうアンリみたいなのを見てるとなんかこう、当然ですけどね、日本の選手は遅いですよね、止められるような感じはしないんですけど、やっぱああいう風に目標としてはあんまりああいう方向にはいかないんですけど、どちらかといえばみんなこうどういう方向にみんな目標にしてるのかなって、多分翼くんを夢見たように、多分子供たちも何かこう選手を夢見てると思うんですけど、今の子供たちっていうのは足の速い選手を夢見てるの、抜く選手を夢見てるのパスですか。今多分ロナウジーニョとかああいうこう足元のうまいこうドリブルもできてとか。でも速いですよね。速いですね、間違いなく 10m 走ったら相当速いですよね。多分でも子供たちの印象は速いっていうよりは上手いっていう印象の方が強いと思うんですよね、多分。じゃあ上手いのを真似するけど速くやろうっていう感じ、あんまり移動してやろうっていう感じでは達成されないですか。どうですかね、多分スピードあるの一番いいんですけどね、本当に。トレーニングしてもなかなか変えることが難しいですからね。逆にどうですか、質問したいんですけど、はいはい、はい、足ってある程度も子供の頃ってこう速い子って決まってるじゃないですか、はい、でもそれって結構大きくなってもあんまり変わらないじゃないですか。速い子っていうのはもうちっちゃい頃から速いじゃないですか。で遅い子って逆にその努力のあれもありますけど、速くそんな飛躍的に伸びないじゃないですか、スピードって。やっぱそれもセンスですか、その生まれ持った、木の組成はもう変わらないですよね、で変わらないんですけど結局タイミングなんですよね、体の使い方の。やっぱり足が速くなるきっかけっていうのはピッチが高まるんですけど、ピッチにはうまく左右のタイミングが合うと速くなるんだと思うんですよ。それをタイミングをずらしたりしてこう止まったりするとは思うんですけど、そのタイミングを例えばサッカー的なタイミングっていうのは、例えばサッカーの選手はそのジャージを着てなくても走ると、あ、サッカーの選手っぽいなとか野球の選手っぽいなとか陸上の選手っぽいなっていうのは分かると思うんですよ。なんとなく分かります。そのサッカーのために走ってるのか陸上のために走ってるのか野球のためにバスケットのためにってあると思うんですけど、でも一流選手になればなるほどだんだんこう似てくるような
感じがするんですよね。ですからまあどっかにその落としどころがあるんじゃないかなと思って、それであの僕も教えたりはするんですけど、実際にそのやっぱり地面にどれぐらい力を伝えられるかっていうのをよく分かって、その次はあの左右のタイミングだと思うんですよね。そのサッカーも足で蹴る、蹴る方の足で蹴ると思うんですけど、逆の足をどう使うかで大きな力、大きな力を出せますよね。そうですね。走るのもほとんど本当に一緒で、その出す、どう止めるかで逆をどう扱うかっていうこの関係性で走るのも成り立ってるんで、それをこううまく教えてあげれると、でも一個変えてあげると、技術、走るの場合は蹴るのは一回で終わりますよね。走るのは一回タイミングがあって一回ずれちゃうともう終わりなんですよね。しかも左右の問題があるんで、全部を変えようとすると全部が変わるので、走るのはうまいぞとかいうのはすごく難しい。なるほど。しかもちっちゃい頃からやってるんで、今までやってる運動を変えるっていうのは難しいですよね。例えばボール、バットにボールを当てるの、ボールが来るのをバットに当てるのは、当てた時に初めて成功っていうのは分かるんです。これうまくいったっていうのは分かるんですけど、走るのはずっと走れてますし、ボール蹴れないですね最初は。蹴れるようになるとか。そうですよね。なのでやっぱりこうすごく逆に実感するのが難しいですよね。難しいです。特に対人プレー、対人でやるようなスポーツだと、走るのの意味っていうのは相手をかわすと、そうですね、理由のが理由で、自分が速く行くっていうのは目的にならないですよね。そうですね。最終的には本当は速いから抜けるんですけど、相手を抜ければ目的が達成できるんで、そこら辺が多分僕らが選手、スポーツ選手を見た時に、どちらかというと僕らは選手のスピードを見るんですけど、サッカーの選手とかコーチは、子供たちは多分ボールをどう出すかとか、他の選手がどう動いてるかっていうのを見てると思うんですね。僕らはもう完全にどう早く動けて切り返せるかっていうことしか見てないですね。多分同じものを見てても全然違うものを見てるのかなっていうのは感じますね。だからサッカーのやってる人たちの見方を、話を聞けるとすごく面白いなと思います。山本さんってあのジュビロの前の監督は三島でやられてたっていうことで、あのちょっと NHK の、 あのアナウンサーの仕事で一緒だったんですけど、やっぱあの山本さんは陸上、もともと陸上部だったんですよね。でその後高校に行くときに勧誘されたけれど、室伏コーチのお父さんの浜田家なんですけど、親父にやれやれって言われたらしいんですよ。 400m だったらしいですね。でもサッカーをやったと。で、イギリスに、まあ、海外にトレーニングを勉強しに行ったら、すごい陸上のトレーニング、 いろんな走る練習をトラックのコーチが来て教えてたと。で一緒にやったら、あ、お前は何かやったことあるのかって言ったら、陸上をやってたっていうことで、なんか練習はやりやすかったっていう話を聞いてたんですけど、まあ、陸上の動きは必ずしもいいとは思わないんですけど、やっぱりいろんなスポーツをこう楽しめる機会があれば、特に走る場合は速く走るというのも一つの目的に してあげるのも一つなのかなと思いながら、でも今日のトレーニングをしていれば気づく子は気づいて速くなるのかなっていう感じをして見てましたけど、ぜひ教えてください。いやサッカーの見方から言うと、あ、そうなんだっていうのがあると思うんで、で本当に最後の質問なんですけど、今このシリーズというかずっといくつもやっていこうと思ってるんですけど、有能感っていうのをなんかこうキーワードにしてるんですね。あるに、あるにこう能力の脳に感じるって、できそうだなと思う感覚がすごく大切だと。スポーツにも何をやるにしても、最初から見て、例えばゲームばっかりやってたら できるはずがないと、波動拳は出せないですから例えばですね、 そうですね、ええ、でもサッカーを見てたらもしかしたらできるかもしれないなと思って真似をし始めるのが多分初めだと思うんですよ。子供たちに対してどうやって有能感を持たせるかとか、あのどうやって
運動を引き出させたり、それに対して達成感を覚えさせるかっていうのはすごく大切だと思うんですけど、なんかこう教える時にこう大切にしているものってありますかね。何かこうできないことをできる見せてあげるのも一つだと思うんですけど。そうですね、言葉かけは、まあ本当に今おっしゃった見せることが一番だと思うんですけど、それでまあ見て大体こう感覚的に分かる子は多分すぐできるんでしょうけど、できない子は多分いくらやってもできないので、そこでこう何でしょう、見てもっとこうした方がいいんじゃないかなっていうことを伝えるだけなんですけど、最初から全部こうしろとは言わないで、見てまずじゃあ真似してくれ。そうですね、まあ自分でこうデモンストレーションして、じゃあ今からこう、じゃあこういうトレーニングしようってやって、まあ、例えばそのリフティングでもいいんですけど、例えばじゃあこういうふうに上げたボールじゃあこっから落としていこうと、なんかそういうこと言った時に見て、うん、はいってこうできる人と、はいってこう やってもうまくいかない人といるので、やっぱそこら辺なんかスポーツっていうと、どちらかというと指導者はこんな感じで見てるのが部活の場合は多いんですけど、やっぱり本当はむしろ武道的な、剣道だったらずっと60歳でも70歳でも80歳でもやってて、色みたいな感じのやり方が本当のスポーツなのかなと思うんですけど、やっぱこうやって見せてあげると、あ、できるんだっていうのが見て取れると思うんですよね。そうですね、なんかこう言われて、まあ、百聞に一見しかずじゃないですけど、なんかこういくら言われて説明されても、実際こうパッて一瞬でこう見せられたら、あ、これねっていう、こう一瞬にしてこうインプットされるじゃないですか。なんかいくらこう言葉で説明されても、僕もあんま上手な方じゃないので、説明する言葉で、はい、なのでこう結構自分でやったりするのも好きなので、どっちかっていうとそうです、まあ、動けるまだ年っていうか、まだいける、やれるというか、子供ぐらいでしたら、まだ小学生ぐらいでしたら、まだごまかしながらもできるので、いやでも技が見せれるじゃ、ぜひやって、でも本当やらなくなるんですよね、言葉で。この間のちょっと大学で研究者の実験があって、ここの 10m の区間をだいたい3秒か4秒で歩いて、4秒0で歩いてくださいっていう、例えば実験があった時に、歩いた後にあと0秒2ぐらいゆっくり歩いてくださいって言うんですよ。あれができるかっていう感じのことを言うわけですね、研究者の人たちは。でもやっぱり見せてもらって一緒に動いたら、速度の感覚がその場で一瞬に分かるんですけど、そういうのがなんとなくこう現場と現役もそうですし、指導する方と選手とのこのなんかこう離れていってしまう大きな理由だと思うんですよね。だからやっぱりあのコーチが実際に動いたり言葉かけするそのタイミングもそうだと思うんですけど、誘導感を与えられるっていうのは、多分あの岡崎さんなり、多分これから動けなくなったらもっと違う方法を取ったりいろんなことをすると思うんですけど、そういうことでなんかすごくみんながうまい具合で動いてるなって感じしたんですけどね。まあ、でも小学校の時なんてあんまり教えるというか自発的にこうやってる子供たちばかりなので、いつ頃からそんなに考えて動かなくなるんですかね。僕も大学生とか見てると、なんかこう考え、まず考えてから動こうと、俺できるか分かんないけど見とこうっていう子が多いんですけど、いつ頃からどうでしょうね。なんかでも失敗を否定された時なんですかね。初めてそこら辺かな、いつなんだろう、恥ずかしいみたいな思い、そう、みんなの前で恥ずかしい思いした途端にもやらなくなって、一番前にいたやつが突然後ろに行くようになっちゃったとか、そういうタイミングがあるのかなと思って、どうですかね。異性の目を気にするようになるのはその、まあ、例えば中学生ぐらいだと思うんですけど、それとまた違うと思うんですよね。なんだろう、多分永遠のテーマなんですけど、それはそうです、ね、積極的にみんなやれって言ってもそうじゃなくて、こっちから入る方が結構多いですよね。考えといては考えといてほしいんですけど、動くときは何も考えないでやって、でうまくできたときに考えてたこととこれがポンと一致したらどんどんうまくなるのかなと、
こうやってクラブチームに、来ているあの選手たちの中から本当に本当に本当にどん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 選手になっていくというのがごく一部かなって、いわゆるもうプロとして活躍って、まあ本当にまたそこから一握りかなっていうふうにも思うんですが、でもまあ縁あって今あの選手たちとこうあの4年生5年生6年生含めてこう関わってるわけですよね。でそういうあの、まあ、子どもたちにこんな風にサッカーに接していってほしいんだなってこうご自身なりのこう思いって何か、その中から選手になろうがなるまいが、こんな風にこう自分としてはサッカーを伝えていきたいっていうそういう何か思いありますか。何でしょうね、とにかくもうでもとにかく楽しんで、まあ、皆さんよく言われるんですけど、やっぱ楽しくないと上手くならないし、上手くなりたいからこう練習して上手くなったから楽しいとか、なんかその達成感だったりとか、やっぱいろいろそういったものをこう自分の中でこう感じながらやっぱサッカーを通して成長していってほしいっていうのはやっぱあると思うんですよね。でまたサッカーはやっぱ個人、まあ、個人のところでもまあそうですけど、上手くなればまあ試合に出れるとかありますけど、まあ、団体競技ですので、その集団の中でのこう自分の出し方だったりとか、そういったものも これから先大きくなっていく上で学んでいくと思うので、まあ、人としてもやっぱ大きくなっていくでしょうし、こう、うん、まあ、そういうことも含めてですかね、まあ、とにかく楽しくサッカーしてくれればいいかなと思います。そうですね、やっぱ卒業してここのチームじゃなくてもまた見に来たり、そうですね、会いに来たりする子もいると。うん、そういう子が増えればいいですよね、やっぱりサポーターもそうだし、ここにいろんな思いがあってまた帰ってくるという場所になるとクラブはいいですよね。なんかそのクラブハウスの中にそこにレストランがあったりして、お昼からビール飲んでるあのちょっと年配の方がいたりしてちょっと羨ましかったんですけどでもああいう姿がね、5年、まあ5年後は無理だろうな、10年後20年後日本で当たり前のようにあれ見ながら、テレビ見ながら太りながら見てああ面白いなっていうスポーツになると多分、うん、面白いだろうし、鹿島は昨年 J で優勝して天皇杯でも優勝して、すごくこう全体のチームとしてもあの運営側としてもモチベーションが上がってると思うので、ぜひそうですね、これからも頑張ってやっていってほしいと思うんです、はい、あと一つだけ、あの子どもたちの後ろには家族がいる、親御さんたちがいるっていうのがあると思うんですが、その親御さんたちに何かこうあの指導者としてこう期待すること、あの希望することっていうのは何かあるんですか。そうですね、もうとにかく子どもに自分のことはやらせることと、あとはもう何でしょう、ああだこうだこう多分見てると、お父さんお母さんってこう自分の子供結構見てるじゃないですか、ああしなさいこうしなさいとか、ああした方がいいんじゃないとかって言うと思うんですけど、あの意外とその褒めてもらうことだけでいいみたいな、多分あ細かいことは言われない方がいいと思うので、多分その、まあ、ある意味男の子はほったらかしぐらいがちょうどいいかなと、まあ今日頑張ってたねぐらいの、だからもう応援してあげるというか、そういう形で見守ってあげていただいた方が、お父さんお母さん方は、私ちょっとサッカーかじったりとかしてるお父さんとか結構こう言われる方いますよね。なんかそういうのもちょっとこう耳に入ってきたりすると、ああ子供かわいそうだなっていうこともあるので、まあまあそこは多めに、まあようやってたなぐらいで。そうですよね、子供の方から話したければやっぱ話してきますものね。そうですね、そこです、こうそうですね、子供を見守ってあげるというか、僕もまだ親じゃないのでよくわからないんですけど、走るのはちょっとぎみちょっとぎこちないとかあるんですけど、急にボール触り出したらみんな上手で、なんかすごい上手でって言って、サッカーの中の動きでこう身についてるから、うん、逆にあえて強制された走りとか さ,、はい、させると、なんかね、すごい過保護ちゃって全然体に反映されないんですよね。そうなんですよね。でもサッカーやってない人にこうやってボール蹴ろって言われても多分蹴れないじゃないですか。ちっちゃい頃からそれがもう頭もう習慣化されてきてるんですよね、体の中で。サッカーの動きは上手いけど、うん、っていう感じですよね。それでもやっぱりいいことなんですね、サッカー選手としてやっていく上で、小さい頃からサッカーの動きをちゃんと身につけてるって。まあでもつまりそれってあんまり言うと早期教育になっちゃうじゃないですか、やっぱ早くからサッカーさせなきゃとか言って、うん、でも小さいうちからユニフォーム着てみたいな感じで、 あんまりそれがこうね、でもどうでしょうね、専門的にっていうか、うん、
サッカー以外の運動をしている選手の方が何でしょう、その幅が広いというか、プレー動きにしてもそうですけど質もそうですけど、サッカーの中の動きだけのこう幅になってしまうとどうしてもこう動きも、だからこうアフリカの選手とかやっぱとんでもない人とか、まあ、あれちょっとこう、ね、血も違うし骨格も違うんですけど、血も行き過ぎですけど、でもアジア人アフリカ系を抜いたら日本人は実は短距離ものすごい速いんですよ。もう1番か2番ですよ。やっぱり白人と比べても日本人の方が速いですから今。そう考えると日本人のサッカー選手ももっと速くてもいいかなっていうのは期待するところなんです。先生の結論がいつもここ私たちはいつも期待して見てる。でもやっぱサッカーの選手多分ボールを扱うことで速度は決まるじゃないですか、はいはいはい、ドリブルは。だから僕らは思い切ってしまってあると 50m 先にボールあって用意どんでいけば僕の方が速いですけど、あのドリブルして7回ぐらいそのボールにタッチして 50m 先まで行けって言われたら多分負けると思うんですよ。でもその例えば回数を減らしていったりもう少しそれは簡単な要素にしといて 50m をドリブルさせるとかそれで競争させるとか、そういうふうにするともっとサッカーなんだけど走る方をもっと重視するとか、3回触るの3回でいいから 50m を競争するとか、そういうのをアフリカの選手見ると ね、 そうですねかなと思うんですけど、そういうのを多分遠藤君がやってくれると思いますけど。そうですよね、アンリーとかもそうですよね、蹴って走ったりしますもんね、まあ、あのスピードがあるからっていうのが一つ武器なんでしょうけど、でも多分そういうふうにして多分練習してたじゃないかなって逆に僕らは思っちゃうんですよね。だからボール触るのはうまいないけどボール触るのをもっと簡単にしといて走るのを優位にしてあげると走るトレーニングになるんじゃないかなって思うんです。なるほど。なんかそれだと後からサッカー始めたっていう子ももうちょっとこう菅さん洗脳されてますか。いや思うんですよ、幼稚園からあんなもうユニフォーム着てね、なんかどうつまんないですよ普通に、ただ走ってるだけはつまらないんです。あ、そうね、そうです。やっぱボールがあって友達がいるから楽しいんであって、うん、走ることに楽しいって言い出すのは多分40、50でジョギングを初めて始めましたという人はライバルが自分がこう変わっていくのが楽しいんですけど、自分が変わっていくのが楽しいよりもやっぱ友達と一緒にスポーツするのは楽しいんですよね、小さい頃は。そうじゃないで友達一緒に練習するのは楽しいんですけど、友達に負けたらつまんないじゃないですか、だから走らなくなる。なのでまあこれ変えなきゃいけないなと思って、僕はハードルやってるんですけど、ハードルそういう子にはハードルやらしたりして、うん、気を紛らわせるというか、だからボールが蹴れない子でももう少し認めてあげるようにして、いつかこう突然できるようになるかもしれない ね。できないっていうふうには僕も思うんですけど、絶対できないと思うんですけど、でもあんまり上手くなくても多分その逆に下手になるその中学生ぐらいの時期が来たら筋肉と、ね、神経のバランスが変わるから、うん、逆にもしかしたらありえないと思うんですけど、うん、そういうケースが例えば海外であるんだったら聞いてみたいなと思ってる、ね、うん、やっぱプログラムがちょっと違ったり教え方が違うことだけで、うん、まあ、今のままがいいのかもしれないし、もしかしたら違うやり方が韓国みたいにもうすごい走って一日中練習してるパターンの方がいいのかもしれないし、韓国の選手遅いんですよ走るの 100m とか。おー、でも多分身体能力素材的には多分韓国の選手の方が高いんですよね、うん、なんですけどやっぱ技術がないんで遅いんですよ。おー、うん、トレーニングの仕方が結構もう詰め込み式で、陸上やったら陸上しかずっとやっていかない、サッカーやったらサッカーしかやっていかない、サッカーは強いですけど、うん、なるほど、どうなのかな、なんか良かったです今日こういう話。いやいや僕はあ、なんかね、なんかちょっとまた広がりました世界が。僕はもういつもだからそういうこうちょっと俯瞰的というかちょっと遠くからこう見てどうなのかなと思っていつもいろんな人と話をさせてもらって、うん、でもトレーニングの仕方ってやっぱバリエーションがいろいろあるんだなと思って、うん、見てて教え方も全然場所で違うし、ああいうなんかこうあんまりこう否定しないとこなんかこれ、はい、
参考にしなきゃいけないなと思ったり。いやいやいや、うん、ぜひまた、また、はい、非常に楽しかったです。いやいやいやこのたった何分ですけど、いや非常にお酒でも今度飲みな。あ、ぜひ。ありがとうございます。遠藤くんが場をセッティングしてくれてありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。